例えばどんなギャグとか言うんですか？あーなんかミーム、あーミーム、ミームのことめっちゃ、うんうん、分かってるし、うんうん、なんか時々ディスコードで、うん、面白いミームを送ってくれるからロールロールロールプレイちゃうやんロールモデル、英語でロールモデルって言うんだけど、ロールモデル、あ、憧れの人？そう、憧れ、うん、憧れ憧れ一番憧れてます。すごい、の子たち考えがしっかりしているっていうことを芯の強いって言いますね。芯が強い、芯が強い、うん、芯というのは心の芯、そう、心の芯というか、まあ、中心みたいな感じの、芯ってわかるか、柱みたいな、その人の中にある大事なことが全然曲がってないよっていう意味合いで、芯があるっていう言い方をします。人ですね、なんか柱のことを言っちゃったので、ディモスエのことを考えちゃった。考え方が日本人なんだよな、でも。アイドルになる。アイドルになる。でも今アイドルじゃない。アイドル。まあ、精一杯頑張って、うんうん、なんか自分が、一番、思い描く自分に、うん、なりたい。そう。はい。イメージする感じかな。そう、理想な理想。うん、理想ちゃうやん。そうそうそう。理想なアイドルになりたかな。思い描く理想のアイドルになりたい、うん、素敵な夢ですね。グッいやでも本当日本語でいろいろ説明するとパコスちゃん分かってくれるので先生すごいありがたいです。頑張ります、頑張りましょう。